前が去ってくその前に、なぜに電話くれなかったか。優しすぎるお前のことだから、それが思いやりのつもりだったのか。俺たちいつでも一つなんだと、あれほど話し合ってきたよね。お前のことは全てわかっているつもりの自分が悔しすぎるよ。二人でいくつもの夜を越えて、新しい朝が目の前だったのに、深く目を閉じて今って尿のように、お前は一人空へ帰る。選んだ人生も